こんばんは。こんばんは。こんばんは。第3回 AM リーグ準決勝Cタクです。今回の実況は全国で働くジャン想定員ちゃんまりと。あの負けた後あの即あの堀内さんとロイホで昼飯食ってました。麻雀とカズマです。よろしくお願いします。そして解説は。やりづれ。ウニマルです。勝敗マイティ楽しいよ。ウニマルさん勝敗マイティハマってんの意外だな。確かになんかさっきも12ってやってたのはそう12枚の勝敗マイティです。それだったんですね。なるほど。視聴者の中にも知ってる方いらっしゃるかもしれませんけど、はい、気になる方は調べてみてください。ということでこの3名でお送りさせていただきます。お願いします。よろしくお願いします。まあね、あのこの3人はね予選ね悲しい結果になってしまったんですけれどもまああの準決勝はねあの自分たちを乗り越えて戦ってきた方たちが戦うということで、はい、精一杯盛り上げてビビってやっていきましょう。はい、応援&お勉強させていただきます。はい、それでは選手入場です。まずはチーチャースタートの福士選手。今回は踊らず。踊らずいや、いいですね、福士さん、この時間でも。あの、朝7時に我々集まって、今夜の7時です。もう12時間経過してる。元気だわ。元気。そうなんですよ。そして、なんちゃは声だめ選手です。さあ、今回は何をしてくれるんでしょうか。楽しみですね。何もしない。あ、ちょっとガチ感ありますね。気合入ってますね。そして、シャーチャは、はる選手です。先ほどね強いなんかすごいいい上がりというかたくさん見せてくれたのでね。いやプレイに隙がなかったですね。ハルさんベテラン感すごいな。もうオーラ感じますね。はい、あ、じゃあ皆様、着席されて、準備整ったようです。じゃあよければもう始めていただいて大丈夫です。始まりました。はい、ちーちゃー福地選手、そしてなんちゃー声だめ選手、シャーチャー春選手となっております。ドラがウーソーです。なんか全員ハイパイ悪そうだな。あ、春さんが、あ、でもとはいえな、金のウーピーもこいつで持っていますね。形としては誰が強い、ちょっと時間かかりそうですかね。全体的に声だめさんが上がりやすいんじゃないですか。こいつも狙いますね。うん、ドラのウーソーなんかみんな使いたい感じですか。まあ早速。ああ、でも小枝目さんが、うん、あのピンツの本一模様ですね。ただこのルール本一別にそんな嬉しくない。そうですね。金ウーソーとかよなんか四五ロ持ってきたら余裕でもうあの候補にしますもんね、うん。そう、アドレナリンが出ないですよね本一ね。本一アドレナリン出ないですよね。面本でやっとちょっとぐらいな。リャンピンを引き入れた福地選手、そしてもうリャンピンでシャンテン、いいシャンテンになった声だめ選手。春選手はリャンゾを引き入れて両面固定ですかね。さあ、あとトンを泣いていきそうな感じもしますね。もう声だめさんは吐く泣いてるからチーピンも全部ポンザイは全部泣くと思いますね。さあ、ウーソーつもぎり、処理処理処理のウーソーつもぎりました。これは相当威圧感がありますね。急走という音いいですね。ちょっと福地先生はもう、まあ、まだピンズいくんですね。だいぶ怖そうに見えますけど。さあ、ハルさん、ハルか鼻を抜いて、あ、ありました。ハルさんは、シャーチャですね。シャーチャのハルさん、ウーピンとナンはションパイ、はい、ウーピンとナンのシャボ待ちですね。さあ、こちらが山に3枚ですかね。1、2、3、ナンが2枚とウーピンが1枚、山に3枚となっております。白ぼっちはね泣いてる白でって思ったら、一数ピンの天敗が小枝目選手に入っております。最後までいきますよねこれね。いや、いきますね。押しやすいですね、あの子供リーチです。そうそう、そうなんですよ、うん。一数ピンを福地さんにアンピンきつそうだな。そう、戦車無理ですね。これもここに数ピン1枚とここに数ピン1枚とここに数ピン1枚、うん、川には出ていないので
一数ピン山に5枚、はい、これは一数ピンが勝つのか。ただ春さんの皮がだいぶ弱くなってきましたね。ソーズもう差し5と並んで、もうピンパーピン切れてて2ピン今押して、もうピンズ の無筋が一数チーピンとサブローピンしかないですね。もう次のピンズの無筋相当しづらいですね。そうですね。まあ一数ピンは小枝さんのあれなんですけど、ああこれは無理、これは絶対出ちゃう。風ピンは入れ替えたが、難はここで補充となってしまいます。リーチ、リーチ、ドラさん、キンキン、花、2枚がでかいですね、はい、そうですね、チップ2枚となっております。マンガンですね、8000点ですけど、1万8000点と一緒ぐらいですね。チップ2枚、チップ2枚やと、そうですね。じゃあボケてるボケてるボケてる、ああよくあるやつ、よくあるやつ、ちゃんとネタを見せていく。もう2枚持ってましたね。てか小枝さん火力高え。ドラパッソーで嘘アンコウ、速さ悪くないですけど、なんか艶がない感じですか。色がないって感じですかね。そうですね。ああ、小枝目さんはもう我が道を、小枝目さんのところにいっぱいキラキラしているみたいな感じですかね。さあ、抜走が、ドラの抜走が重なった福地選手。福地先生はもう完全に枯れてますね、これね。ああ、いいとこ入った。おで、しかしこのチューンが当然ない枯れて、シャンテン、カンパッソーが一応ネックなのかな、パッソーがドラで、ここでテンパイ一旦あれですか、スッチーピンにします、ね、あの5枚持ちなんですけど、5枚持ち1枚切れ、まあ、チーソーとチーピンのくっつきの強い方を残せばいいんじゃないですか。はい、スッチーピンテンパイが入っておりますが、まあ、役がないので出上がりすることができません。旬でなんかタメンちゃんにくっついてなりそうな白ポッチ、こんなの無理、これは悔しがりもしないですね。これ通称シケポッチってやつですか。そうですね、これがシケポッチ。いやでもこれでリーチはちょっと厳しい。9万も不採用、まあいや、さすがにタメンちゃん目指しますよね。さあ統一がどんどん増えていっております、福地選手です。さあこの3品は1234585を切ればリャンウー3品、1234581から5と8ですね。これは非常に、まあ、こっちは1から5と8だ、こっちはちょっと見しけてしまいましたが、町としては優勝なのでしょうか。強気8ピンギリリーチで、みんなあれっすね、街を確認しております。ちょっと分かりづらいですからね。小枝部さんが介護官になっちゃいましたね、一気に。俺のリャンウーピンきついなみたいな。確かにウーピンがね、まだでしょ、小枝部さん、たあのピン縦引いてももうきついっすか、きついっていうか腫れなくなっちゃうんで。さあウーピンが福地選手の元へ来て、まあ形としてはでもパーピンも捨てれない。心理的にはでもオープンしてくれた方がなんか楽でいいですよね。そうですね、うん、小枝さんがうっかりリャンウーピン引けたら、そう、カンパッソーが入って、そしてリャンウーピン転敗です。これはでも小枝さん絶対補充回避できる状態ですからね、うん、そうですね、そうそう、ウーピン引き勝負みたいな感じになるんですかね。リャンウーピンはまだ1枚山に、あ、ないですね、失礼しました。ウーピン、小枝目さんはウーピン待ちみたいな感じになっております。パーピンが2枚乗って春さんの、はい、パーピン2枚、ウーピン2枚、あ、失礼しました、ウーピン2枚ですね、ウーピン2枚、3ピン1枚、あとイーピンでしたっけ、ローピンはずれている。 E ピンがまだまだありそう、うん、小枝さん勝率、あー奪われたっていうことで絶対に奪われないというふうに決めてますね。落ち E ピン、これも下がれない。
そう。これ イーピンを。口さんめっちゃお茶かぶりすごいな。お茶かぶりすごいよ。イーピンをちょっとだけ回収している口選手。さあパーピンを持ってきて、これは崩さざるを得ない。ハルさん病院じゃないですか、もうこうなってくると。ウーピンも入れて1位ドイツに移行してる感じですかね。なんかすごい。いやでも一旦スーソーと言おうとしてるんですよね。でも縦ビッグハイが多すぎますね、福地さんはピンズで。さあこれ福地選手がおいいピンも重ねていいピンを回収しております。ウーピンは上がれるもの。リーズもオープン、赤金、オープン赤金、花、あ花か、羽140008000ですか。はい、1枚の積もり上げ。ここでハルさん2連続上がって親番迎えてトン三曲ドラリアンピン。どうだハイパイは。さあこれはおっと中南高、形もいいのではないでしょうか。両面両面いいと思います。いや今のねオープンリーチのプレーが良かったんでやっぱりハイパイも良くなりますよね。積もるのでちょっと時間かかりましたけどね。だってあんなタメンちゃん抑えきれてお前ら上がれんやろっていう。実際その通りでしたね、はい、で最後まで積もりきれたら絶対上がれるしみたいな、うん、さあこれはハル選手が一番乗りになるのか、福地選手はちょっと端入りの処理っていう感じですかね。小枝選手もいけますね。これ形はちょっとカンチャンとかありますが、まあ、まあまあ程よくっていう感じですかね。さあここで金ウーソー、うん、親番の春選手はもうちょっとかかるかな。さあスーソー引き入れて両面ができた福地選手、うんうん、テンパカンチーピン一番乗りでしたね。山にカンチーピンのテンパイを入れた小枝目選手。白ポッチは自分で切っているということで山2枚のカンチーピンを積もれない、一発はありませんでした。さあ9万頑固になりました。さあ春さんがどこまで押すかが見どころですね。結構いきそうですね、うん。あ、白ポッチありましたね。失礼しました。いや違う、あれは違うイカ様です。そうですよね、切ってたと思って自分で言ったよなと思いながら失礼しました。さあまず第一の無筋、これだけさて映ってない時にこう仕込みがうまいんですよね。ああいう、ああいうの上手です。一瞬あれってなっちゃうんですよ。さあ春さん急走しましたね。さあ感知走、まあ両ピンがちょっと切りづらいか、まあドラですもんね両ピン。そんなドラの両ピンはまだまだ山にはありそうです。さあスーピン、あ選択、これでカンチーソーを払うというような選択になっております。まあローソーも中筋で行きやすいですね。そっちの方が払いやすいですよね。ドラもね使える形になっております。ウーピンを引き入れた福地選手、あ福地選リャンパーピン二度受けというか、あれなんだっけ、ウィング系でしたっけ。あとで映るんで見てほしいんですけど、福地さんがはいこちらですね、リャンパーピンの、これはねただのレアウッパーピンです。ただのレアウッパーピン、ウィングじゃないです。ウィング系ではなかった、はい、失礼しました。ちょっとにわかのが出ましたね。にわか出ました、めっちゃ出たっすよ、はい、さあ何を引いた、チーソー、チーソー無筋。さあこちらにパーピンが来て、カンサンピンテンパイですね。ダマ、はい、うん、チュンがあるのでダマで転配しております。カンサンピンが、お、通りやすい、スッチャッソーどっちのが通りやすいですか。イーソー通ってます、どっちもションパイ、おチーソーです。やっぱり全赤なんで、あのカンスッソーの場合は赤が絡むみたいな、あそんなことないか、カンスッソーはないか。さてカンサン、こちらのカンサンピンが山に2枚、そしておっと、ああ福地選手の上がりになっております。リーチピンフピン赤金裏花ですね。あれ何ユーピンで補充しました、金です金です。あじゃあ3半枚か、1、2、3金裏羽満3枚、リー
チピンフ。あ、バイマン。バイバイマン。リーチピンフ。数えられない。おも赤キンキン裏花ですね。あ、発泡レです。花花花花。ありがとう。あと。何を？何から起きたんでしょうか。特に大丈夫そうですね。小枝目さんが飛びすんです。あ、本当だ。2000点持ちだ。小枝目選手の親は回ってきて逆襲が起きるのか。国士系ですか福地さん。いやでも中は3つといつ点数状況的に飛ばして終わりたいんで、なんかそんなでかい手いらないんじゃない。役牌使って普通に上がりたいとこだと思いますが、あ、4といつですか。4といつです。普通に行った方がいいです。はい、春選手と福地選手の点数がで、あの花入りを切ってミンシャン積もって、はい、7000点差ですかね、うん、こちらをうまくまくっていきたいところである。福地選手親番です。ローソーアンコになった急走じゃないですよね。ローソーですか、あれは。あ、違うわ、ウソでした。ローソーにめっちゃローソーに見えた。確かに。ドラーリャンピンとなっております。ここは春さんも点数状況的に軽くこの福地先生の親を流したいところですね。そうですね、と言っていたら小枝目選手が一番乗り、うん、リーチ、はい、カンパッソ待ちですね。あれは何ですか、僕は2000点しか持ってませんよアピールリーチですか。あとゴキブリ出てきました。いや、春さんが驚いたこのゴキブリ。小枝目さんすごいな。あれさ、なんかうっかり落ちてチョンボ、ワンチャンありそうじゃないですか、あの置き方。ボタン反応しちゃいそう。確かに。すごいとこであの押し使ってきましたね。やり慣れてるからっていうのもあるんでしょうけど。そんなカンパッソなんですが、春選手にこちらですね、アンコンで持たれているということで、山一白ポッチってことですか。白ポッチもないか。そうです、白ポッチありますね。でとりあえず福地先生は押してますね。あ、でもシャンテン、勝者にシャンテン、キューピンプッシュしてますね。あ、テンパイしてる、はい、いつの間にテンパイしてたらもうこれ無限に押すんじゃないですか。さあ金を切ってリーチ、うん、当たんないでと当たんないでさあ福地選手イーソー短期待ちですね。こちらのイーソーが小枝目選手に1枚使われております。この照射輪って何班なんですか。6班ですね。リーチ照射輪、あと抜きドラ抜いてるんで倍満確定ですね。面本チートイとは見ないってことですね。そうですね、面本チートよりいい班高いですね。あ、なるほどなるほど。ああ、正解。うまぶったか。でもね、あのイーソーはね3枚いるのと白ポッチがあります。でもこれで補充したくない。いやー、これはハルさんちょっとチーピンをプッシュしやすくなったというか、プッシュしましたね。ハルさんはちょっと福地先生が積もったら白が困るんで、ポッチじゃない方ちょっと押す価値があるんじゃないですか。嘘、そんな山にいるかね。そうですね、ウーソー、まあでも一緒でしたよね、イーソーもね、ウーソーもね、あの時点では。そうですね、山に多いのはイーソー、あ、同じですね、イーソー2枚でした、失礼しました。イーソー2枚と白ポッチ、そしてカンパッソーは未だに1枚と白ポッチ。いや、福地先生は一応有利ですよ。おっと、うんうん、ローソー、ちょっと順番を順つてです、書いてますね。ハルさんがペーポンできないんですよね、もう。あの、あ、そうですね、組み込まれてしまっているので、ペーが、おっと、三蔵は通る。これは本一で、ナンは結果が一枚切れか、とはいえナンションパイですね。で、テンパったらさらに急走かパーソーか、一旦急走じゃないわ、チーソーは現物です、通ります。さあ花を、え、花を、あ、トリプルありますね。からの違います。あ、違う。福地さん積もったトリプル、あ、白ポッチが、あるあるっちゃあるあるですよね。泣いてる人のとこに行っちゃうみたいな、うん、さあこれで白ポッチがなくなり
パッソー1枚とイーソー2枚。さあ急走ペイは、ペイはなくて急走、見た目上は3枚ですね。春さん急走は見た目的に1枚ですね。春さんあ、うん、1枚とペイが2枚の3枚。急走は切られているので、うん、これなんか追っかけた方がいいと思いますけども、急走は3件リーチ、3件リーチですね。急走ペイ山にないです。オープンはなし、はなし、なし、なし。先手出してこれは春さんが厳しいか。あでも白ポッチ、そうですね、ちょっと厳しい。あれあれ今オープンするかどうか、うん、まだ、まあ、基本的にだいたいオープンの方がいいような気もするけど、どうなんでしょう。なんか点数状況絡むのかな。3件目だからっていうことでリーチをしてすごいですね。ここまで来ましたね、うん、この順目のいいーリーズも勝者輪3つから、8たす3たす11から、リーズトリプル裏裏裏で100万。そうですね、13班100万ですもんね。ここで裏を乗った乗った裏裏、うら福知誠と数え役万数え2枚と4枚ですね。2万4千オールの2枚、2枚と4枚で、あ小枝目さんが4枚さらにプラス2枚追加で払って4枚なんで、小枝目さんが大ダメージですね。これは2ラス分ぐらい食らうですね、スコア的には。先ほども福知先生そこで勝者輪上がってるんですよ。黙れトリプル、あ勝者輪席っすか。もうなんか勝者輪のプロみたいな感じになってます、ね、あの席ずっと強いですよね。でちょっと聞きに行かないといけないんで、はい、ちょっと行って、あそうですね、チップマイスお願いします。お願いします。えこんな綺麗で麻雀打てるのすごいっすね。どっから見つけてきたんですかこの人材。ブランドカービィですか。ロン、あ、わかりました。麻雀春チャンネル大好き。どっちかというとデデデ大王ですね。準決勝 C 択1戦目がとりあえず終わりました。はい、チャマリさんスコアの方はどうなってますか。はい、現在トップでしたのは福地選手プラスの27、そして2着が春選手マイナスの2枚、そしてラスだったのが小枝目選手マイナス25枚ということでですね、まあ、小枝目選手はもう大トップが必須になるというような形でしょうか。そうですね、2戦目は暴君となって、あ もっとガチで暴れる感じに、ね、なりそうですね。はい、で福地選手はまあちょっと余裕を持った進行ができる、そして春選手はまあもちろんトップを目指していくというような形になっていきそうです。そうですね、福地さんを指してトップ取りたいって感じですか。そうですね、福地さんが2着マイナスの2着でも多分いっちゃいそうなん、いっちゃう可能性結構高いですよね。このここまで大差ついちゃうと。そうですね、あとはあの4万点を超えるかどうかも結構重要になってくるかもしれないです。うそうですよね、なんか6万点7万点ぐらいでプラス 2,3 枚のトップだったら、うん、福地さんのプラス27は超えられないんで、多分プラス15とかのトップ、うん、まあ、とりあえず上がりまくればいいんですよ。そうですね、はい、あの大連ちゃんを期待して、はい、いきましょう、はい、では2戦目の方開始してください。お願いします。今度小枝目さん親番スタートですか。はい、小茶が小枝目選手、南茶が春選手、シャー茶が福地選手となっております。準決勝 C 択2戦目ドラがチーピンです。さあ形としては、春さんが微妙で、小枝目さん悪くないっすね、うん、そうですね、こちらです。おっと早速いいところを待ったのではないでしょうか。ペイが統一になった春選手、じゃあペイ初泣いていく進行になるんですかね。さあ何を泣いていく小枝目選手、はあ、本一見ておりますね、うん、さあそして春選手が白を統一にしていく、統一馬っぽいかな。ドラの方を切っときましたね、はい、先切りですかね。これは金融層を引き入れた、あシャンテンですね。あ違うか、違います、ごめんなさい、ですですね、はい、一瞬チートイのシャンテン見ちゃった、ごめんなさい。あこれはあでもチートイの方か
統一系で見てますか、うん、そうですね、まあ、安全メンツのなんか受けやすいっていうのもあると思うんですけど、先生リーチ入った時に、うん、おっと想像を落とすのが怖いかもしれないっていう感じですかね。もう明らかにもうかなり意識してますね。福地さんもう白髪出さないですね。ここでチート入りを仕返したいならとりあえずリアンゾーとか切りそうなんですけど、はい、そして初が出て、うん、春選手が初を投げました。そしてテンパイですね。スッチーソー、スッチーソー待ちはおお、あっさり積もりました。白髪ドラドラ、ヤクヤク花金、3500万眼のつま上がりです。チップが1枚、はい、一番悪かったのに。いやもう泣いた後のツモとかがすごい良かったですね、うん、そう、そしてまたハクとハツが統一になっております。これはちょっとチュンが来たら考えるんですかね。第3ゲームどうでしょう、どうでしょう、まあ、親番なんでね、サクサク上がっていくかもしれないですね。で今映っているのが福地選手のハイパイです。ドラがウーソーです。さあ、ペイを統一にしていく。これは統一いく可能性がちょっと高くなりましたね。あの数層がドラ表で数層統一っていうのはちょっとネックかもしれないですね。そうですね、早速初が泣けました。自敗を全部泣けちゃえば、嘘引けばもう関係ないですけど。そうですね、ドラであるウーソーが、ドラのウーソーまだ顔出してないです。山に4枚あります。皆さんペンサンズを払ってく。やっぱ親のあの顔捨て牌が明らかに想像高そうになってくるんで、ちょっとそこに意識して他の2人も初選択とかしたいところですが。さあ、白も泣けました。ちょっとチューンが、あ、すげえ、あ、こういうとこ勉強になるですね。ハルさんは急走、ちょっと怖いですけどね。嘘を引いたらテンパイ逃しちゃうんで。さあ、チーソーを引き入れてテンパイです。ただ皮が強くなるんでちょっと本一感がボケるかもしれないです。はい、ペーとスーソーのシャンポン待ちです。スーソーがドラ表示牌に1枚とこちらに1枚、なのでペーが2枚ですかね。ペーが2枚山にございます。さあ、ローソー、これはカンウーソー、うん、おー、これはいい選択になったのではないでしょうか。カンウーソーはこちらに1枚ウーソーがあるのみ3枚山にあります。ダブドラのウーソーです。お、テンパイしましたね。ちっとい、スーピンタンキーから、あ、これで手代わりがもううっぱそう、まあでももうほぼ完全そのままになりそうな感じしますね。ちょっと親の仕掛けがもう漫画見えてるんで、どうでしょう、ペイは商売のペイでリーチしますか。うーん、黙らせます。まあ一旦スーピンは切るんですけど。でもハルさんが親か。いや、親もう漫画確定してるんで、しかもテンパってその皮だからちょっと行きづらい。ハルさんの現物待ちでダマ継続って感じですね。強く行きましたね。そうですね、スーピンが、うん、まあ、スーピンは皮に1枚で、ハルさんが切ってるんですよ。強烈な仕掛けをしているハルさんが、うん、福地さんはスーピン切りやすいですよね、非常に。そうですね。お、あ、スーピン、これはすごい。ハルさんからチートイのみは2000点なんですよね。点、いや、この上がりはなかなかできないですよ。でもね、親を流していくという、うん、いや、素晴らしいです。はい、なんか親の現物の一旦スーピン切ってペイで黙るの曲げるのみたいな話かと思ったら、ペイをプッシュ、ションパイのペイプッシュして逆にスーピンタンキーは、ペイ怖いっすよね、あれ。いや、怖い、自分は日和りますね、あれは。あの仕掛けに対してはちょうどね、数十前までペイ待ちになってましたからね、うん、さあ、そんなこんなでトン3曲ですね。ドラが3増です。小枝目さん、デカトップ欲しい状況じゃないですか、さっきのラスがあったんで、うん、でもめちゃくちゃしっかりされてますね。いや、頑張った。なんかさっき聞いた話なんですけど、はいはい、思い出作る。思い出作る。高校生か。じゃあ多分その思い出は何発の親番でやりたいんでしょうね。さあ、地風の難を統一にしましたね、小枝目選手。いや、小枝目さんは今いいプレー出たんで、こっから調子が上がってくるはずですよ、流れ論的には。これ、ほら切ってる。ローピンを
あんこ使い。さあでも福地選手が結構形いいか。おお、これ完全イーシャンテンじゃないですか。まあ完全形だけど、シンプルに金そうですか。いやでもパッピーも全然あるんじゃないですか。4、5、6層で。パンピー今切られたばっかなんですよね。チーピンビリという選択になりました。すげー、そっちなんだ。おお、まあ天敗受け自体は同じですよね。あの受け入れ枚数はパーピンになってるんで、シンプルに数層切ってなんか今先に今今という音か。数層残しはあれですね、結構ね、ウソの受け売りだったりドラの三層の受け売りにも、受け売りじゃねえや、受け売りにもなってるそうですね、ドラ両端ドラですからねさあ数ピン引き入れてシャンテン。シャン、さあもう本一一直線です。なんか福地選手もあ、テンパってない。テンパってない。惜しい。あの貫通がチーピン、キューピンがあんこったら、ちょっとローピンの上下揃えてほしいですね、これだけ。分かりづらいですね、これ。ジグザグしております。キルドもね、返すからね今から見た人、小枝目さんの手配見ても一瞬では理解できます、まあ、できますあ、ここでダマテン。ダマ、はい、イスチーソーのダマテンが入っております。これはピンフ1、2、3、4、ピンフ4のダマテンですね。で高めがチーソー、はい、ダマなんだ。イスチーがちょっと弱っ。いや別にそんなんでもないと思いますけど。そうですね、イーソーとスーソーが。いや僕も今理由めっちゃ探してる。リーチ。ああ積もった。ピンズも1、2、3、4。はい、ハネ2。金金赤が大きいですね。金がこれ、あ、これ福地先生っぽくないな。いやでも前回のデカトップも考慮されてると思います。あ、そうか、デカトップだった。あ、そうか、そうか、福地さんは、そうか、そうか、トップか。あの多分ちょいマイナスぐらいの2着だったら多分普通に決勝進出できるので、うん、あ、そっか、まあ、2着目だと思ってた。前回総合トップですもんね、うん、はい、納得。今のハネマンでトップ目まで行っております。そんな福地選手の手配が、もうこうなったら、あ、なんか伸び伸び打って良さそうな、ね、気しますよね。ソーズなんか留意層とかちょっと見たらいいですかね。オーバーキル、伸び伸びして留意層みたいなことあるんですかね。でもなんかちょっと起きそうですよ。あ、うん、あでもちゃんと赤う、じゃあ金ウピンのくっつき残してるのはいいと思いますね。まあ、金は捨てて泣かれた時がちょっと、うん、染めるよりも金にくっつけた方がいいですからね。そうですね、うん。こちら春選手両面が埋まりました。時間かかりそうです。注目はここですね。もうまだまだ。さあここは4と1。ドラのハックをどう使うか。福地さん見た目ほどよく なくなってきましたね、この順目に来るともうちょっとハックが重荷になる。そうですね、うん、今リーチ入ったら結構苦しくないですか、福地さん。まあでも初があるから。あ、初がある。発想白を今切って、白はまだね山に3枚実は残ってるんですが、あとこのウーピンを、さあ初を泣いていった。これはマックスですね。これリュウイソ狙うんですかちょっと気になっちゃいますね。ローソーとか来たらイーソー来て一応様子見、様子見まである。これ三層泣いたらスッチーソーパッソーみたいな感じになるから、まあ何でもリュウイソーウソ使えないから、なんか逆にしたくない時もあるかもしれない。白は1枚切れか、今福地さんが切ってるだけです。いい町、まあでもどっちにしろいい町ですよね、うん、何泣いてもいい町になりそうです。まあ、そんな手配がこちらです。チーソーが貫通、もうこれでソーズ出なくなりません。
そうですね、あのほえだめさんから、チリソーがもうほえだめさんじゃないわ、福地さんのポン酢がかなり出にくくなったというか、そうですね、発想が出ない。これ多分福地さんしばらく永遠のこの状態のままになりそうな感じしません？そうですね、これ難入できそうな予感がしてきました。あーきつやな、マックスならスーピンですね。はい、スーピン切りとなりました。さあここはずっともうつも切りタイムが続いております。まだ転廃はしていない状態。さあ急走はまっすぐ行ってますね。まだ転廃しない。そしてこっちはおお、あーまさか泣けた泣けた、泣いたことによって、はい、そうですね、で、チャッソここやって、ノリ1、ちょっと転廃、あ、お辞儀してますね一礼して、転廃して何を切る、ウーピン。さあこちら一数層の転廃ですね。一数層、数層がもう山にない。いい層、福地先生、小枝部さんに打つ分にはそんなに悪くないんじゃないですか。なんか前回総合ラスだし、あー確かに、うん、イーソーは直前に切られてて、あ、うわすごい、リー、このこれ本物リーソクズもドラドラ裏裏6羽マンですね。羽一本場の2枚金裏で、あ、じゃあ一発、じゃあ一発金、一発金、はい、一発金裏、一発金、え、裏乗ってたっすよね、今裏ドラ表、連造で、連造かなんかかなんかで、今なんかでも卓上2枚しか出てなかった気するんですけど、あ、でも小枝部さんいるから間違いないか、まあ、間違いないでしょ、間違いないか。さあ、あ、小枝部さんハイパイがパッと見よかった。はい、さあただトンがもちもちで、今のでだいぶ平たくなってますね、うん、さあ何をしております。何曲裏がウーソーです。そう、全体的に めっちゃ平たくなりましたね。はい、これはもうまだ全員親があるということで、うん、さあ何を泣いていっております。福地さんが何でしょうね、結構平たい状況でラスト親持ってきたら結構チェックメイトな感じですよね。そうですね、うん、そう、そこまででいい。なんか関中ラスト親福地さんっていうのがちょっとお二人にはつかんですかね、うん、もう自分のこの親番で小枝部さんだったらここでやんなきゃいけないので、だから小枝部さんここは絶対降りないんですよ。もうバーサーカーモード入るしかないですもんね、うん、ここは。さあ両冠両面ですね。さあ速さで言うとちょっとまだまだ時間かかりそうですかね。キューピン、両面のキューピンを入れて、福地さん若干むずいですかね、春さんの仕掛けに対して。ちょっと打ちにくいですね、打って親番迎えられるとちょっとだいぶ距離、2着の春さんがライバルなわけですから、うん、そう、数層を避ける春さんのつも上がりか、ちょっと自分の上がりも意識しないとなかなか局が進まないですよね。あ、でもやれそう、やれそうな、埋めたこれは一気にと思ったら、うん、リャンゾを投げてウッパーソーの転廃です。二度受け引けるか、ダブナンドラドラ確定、ウッパーソー高めハネマンですね。小枝部さんなんか追いつきそうな予感してきましたね、うん、ここのねスーピン、あー関数ピンに一旦関数ピン役なし玉点、うんうん、こういう時の福地先生の立ち回りが結構難しいですよね、こういう総合点が絡むと。そうっすね、おおお、ドーピンか、何ですかね、ローピンっぽい。さあ曲げる、簡単になったスッチーピン待ちですね、はい、もうウッパーソー対スッチーピン、ウッパーソーがすごい多い、いや、あー、あー、まあこれは絶対降りないんで、増えた方、はい、リーチ一発休め、リーチ一発金、漫画2枚ですか、漫画2枚ですね。福地さんチップ今プラスどんぐらいなんだろう。リーチ一発金なので3点。リーチが好きだけでした、はい、あ、そうなんですね、白が頭なので、はい、
これは小枝目選手がちょっときつくなったか。さあもう1回目なしですね。何2曲ドラが急走です。このルールで一発で振って4000点ってあるんですね。もう裏も乗んない。もうこれはもしかしたら春選手に追い風かもしれないですね。ここはもうだから実質春さんと福地先生の一騎打ちで、まあ、か小枝目さんが役場2回上がるとかも、うん、どうでしょうか。あでも手配進行春選手が早そうですねと泣いております、うん、そして花でリャンゾウ、まあ、ドラいらないでしょう。ドラを切っていきます、うん、福地選手は時間かかりそうです。小枝目選手はくっつきのトンカカン。シンドラは何でしょうか。これです。あ7層なんですね。そうです。小枝目さんこれ染めまで行くんですかね。いや小さなルール的にはどうだろうな。どうなんだろうな、うん、条件全然わかんないですけど、うん、チップを稼ぎたいですよねこのルール的には、ね、うん、しかも裏ドラ見れる確率もねもちろんあるので小さなドラ乗ってますし。小枝目さん面前で面前リーチ頑張るじゃん。テンパイ外すかどうか考えてますね。ローピンか9ピンとかで嘘を切って取りました。テンパイですね。ローピンとニャンゾーの勝負待ちです。マンガン。ローピン2枚。あらニャンゾー、あサクッとニャンゾー積もってマンガンの1枚、ね、ハルさんはどういうトップの取り方がいいんでしたっけ。福地さん2着まずいっす。2着のトップは微妙っすよね。そうですね。ハルさんが前回マイナス2だから普通にトップ取ったら多分プラス15から20ぐらいで、うん、福地さんが前回27枚入ってるんで27っすね。はい27です。できればラスに沈めたくて結構でも点数的にもできそうな気がします。できそうですよね。山越しもできるみたいな感じのなんか点数になっております。何2曲一本馬ドラが福地さんまず勝負どころですね。ここそう勝負どころですね。ここを流せたら福地先生手配の形は悪いけど何は積極的にここ泣いていきたいですね。上がり自体が大きすぎますね。そうですね、うん、小枝目さんは中ちゃんぱいから切ってる感じですか。小枝目さんはちょっと染まんないときついか。国士ちょっと見てる。国士も見てると思います。嘘金の嘘つもっきりです。嘘形いやでも形も春さんが一番強いか。カンパーピン入ったけどこれはどっちの方向に行くかの選択ですね。イーソー切っていきました。本一見てそうです。いや鎮逸まで見てんじゃないですかもう。あ確かに鎮逸、まあ、ペイもあるんでペイドラなので積極的になりたい。ペイドラでペイドイツなんですね、はい、ペイ1枚なんですけどまだ重なり見てると思います。あでも取れちゃいましたね。で三蔵が3枚切れてるんで春さん払いましたね。ペン三蔵ペン三蔵弱いということでそう。あおっとそんなここでラス1ペイ1枚切れでペイこれ2枚切れになりました。小枝目さんも鎮逸狙っていきますかね。カンパスを入った福地選手さあもうちょっと時間がかかるか。今ハルさん1ピン切りましたけどでイスチャスト2度受けでイーソー急走切る手があってだと思うんですがなんか結構ノータイムだったんで。そうですね、はい、今急差切りましたね。あでもここでいろいろ解消されそうですね、うん、パン屋 OK でちょっと作っていこうかなみたいな感じですかね。イーソーが振り手になってるのはちょっとネックだったんですけどそこがほぐれましたね。ほぐれそうな感じでフォンテン取ってカン7層に、うん、おっと進んでる照射輪目指してたりしますかね。もしかしたら小枝目選手先ほどカンパーピンでしたね引き入れたの失礼しました。そうそしてカンサンピン引き入れてカンチーソーの転売です。おなってんすね、うん、すごいカンチーソー変化もう明らかにリーチの構えじゃないですかこんなこれで切ってダバってあるサブローピンで開けるかどうかを考えていた。開けた、開け
あ、そっか、小枝目さんから当たりたくないってことですか。そうですよね、うん、積もりに行こうという。積もって2枚オールが確定してんのも結構でかいですよね。今結構難しいです。ダマの選択肢で福地先生かから当たるとか全然あるんで、結構今のリーチ判断は難しいと思いますよ。サブローピンはここにも流れてきて、福地先生ここはなんか逆にオープンしてくれて押し引き的には楽になりました。そうです、ね、あ、感じそうだ。ダムナンドラ勝負どころを制しました。4000は5000。ダムナンドラ、なんかお釣り渡しなかったかな。条件全然わかんねえ。あ、点数返してますね。返した。あの2000は3000で2000点バックもらってた感じですかね。始まりました。あ、お疲れ様です。なんかスタジオで何かあったんですか。あ、話します。はい、先ほどはあのダブナンドラーで4000点は一本場で5000点であの展望の修正終わっております。じゃあ一本場1000点がなかったってことですか。あ、そうですね。あ、それが解消されたと。お釣りをあの返してしまったので、それをダブナンだっていうのを気づいてなくて、未然、うん、あの2000は3000だと思って2000に返してしまったというような形になっております。さあ、条件はどうでしょう。条件はなんと、はい、福地選手のウィニングランがウィニングラン。あ、じゃあ本当の意味で思い出作り思い出作りオーラス、意味でのテンパイ、テンパったテンパったテンパった、はい、の可能性が非常に高くて、もうテンパイ即リということで。あ、なるほど。どおりで確認の時間が短かったと思ったよ。なんかもう5枚オールの100万直、うん、っていう感じになっていまして、やっぱプラス27枚のトップっていうのはそんだけ強いんですね。そうですね、そうですね。しかも今トップ目にいるということで、うんうん、どんだけ親かぶせしたりしても、直撃したりしても、直撃数え、いや、100万の100万の10枚オールとか、そうですね、あの 金と裏をみたいな。3万2010枚宝珠とかでもなんかさあ、ここで、まあ、ここで思い出ペンカン地層は取らない。地層残り2枚ですね。3ピンがね、ちょっと怖いかなっていうか、3ピンもちろん当たり入りになっております。うわ、ビタ止めしてちょっと嫌な感じですねこれね。サブローピン待ちです。お、ちょっとこの後映る小枝目選手が、ああ、そういう感じの、ね、ふざけ方ですね。ちょっと見づらいですねこれね。あれ長いなって思ったらね、横になっているというね。え、仕込むのすごい早いんですよね。そうなんですよね。さあ、白っぽっちもまだいる？白ポッチいそうですね。そう、いますね。いました、いました。お、テンパりました。おっと、これはさすがにリーチは自重した。ダマテン、関数ピン。バーサス。サブローピン。サブローピンが小枝目選手がすごい回収しているような感じ。なんかサクッと福地さん積もりそうな気もしますね、なんか。数ピンは山に2枚。2枚ですね。見ずれ22368ってます、うん、ピンズな形ですね。あ、さあ、これは春選手の上がりになっております。裏は乗らず、
ピーチ、赤赤赤花ね、マンガン、マンガンの出上がりになりましたということで、準決勝から決勝、このシータクから決勝に進んだのは福地選手となりました。はい、ちょっと2トップですね。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。ということで先ほど集計をしてまいりまして、各選手の枚数をお伝えしたいと思います。はい、1回戦と2回戦を足しまして、トップになったのが福地選手プラス40枚、2位が春選手マイナス5枚、3位が小枝目選手マイナス35枚という結果になりました。さあどうでしたか、見ていて。終わってみたら福地さんの圧勝って感じ。そうですね、まあ、誰かが圧勝になるゲームですか。あ、でもね、もう本当に最後はもうウィニングラン説がすごい浮上しておりまして、はい、まあでもね、すごいもうバチバチやり合って、まだあの、まあ、春さんのねオーラストエヴァンなラスマイあたりはちょっとあれわかんなくねえかみたいな風にもなりかねなかったですけどね。そうですね、一回平たくなりますもんね。何発一本場あたりはすごい熱かった、激熱展開だったですけど、はい、といったような形で決勝進出は福地選手になりました。それではね、あの決勝進出した福地選手にお話をお伺いしたいと思います。はい、ということでお疲れ様でした。お疲れ様でした。決勝進出おめでとうございます。決定打となったのはあの勝者輪、これね、あれ点数数えられなくて高すぎて春さんに教わりました。 あんな高い手上がったの初めてなので。でもね、あの私と同卓した時も勝者輪ダマで上がってらっしゃるっていう。はい、いいピン、しかもそれもいいピン短期、あれはダマだったね。あれダマでトリプル。あのイーソー短期は自信あったんだけど、はい、ウーソーの方が早く来たみたいな。ウーソーがいきなり一発で金の、そんなやばいくわね。イーソー選びました。ウーソーも危険なのに。いや、危険でも取ってないのはいっぱいあるので、うん、上がり優先でしょう。おお、いいことが聞きました。どっち切っても上がってたっけ。早いか遅いかの違いみたいな。一発でしかも金が積もれてるかっていう感じ、しびれたね。うわーってなりますよね。はい、ということで決勝進出ということで、はい、意気込みを。お、意気込みですね、はい、負ける気満々なんですけど。相手は高田正宏選手とヨテル選手ですね。正宏が予選、いや準決勝見てたらクソ強くて、はい、マジかよってくらい強くて、あとヨテルもうまかったんだよな。そうですね、解説の後にね、うん、お話ししてましたもんね。ただね、今回僕が対戦した相手もクソ強いので、ハルさんとかって大阪で一番強いらしいじゃん。はい、うん、なんかそう、てかなんかそう、みんなそう言います。なんか大阪府民に嫌われちゃって東京にしょうがないから来てるんでしょ。もうそれぐらい強いでしょ。ネタって伝わらない人もいますから。あと小枝もネタしかやらないけどクソ強いので、いや、めっちゃ繊細に打たれてる風に見えました。だから俺なぜ自分が勝ったのか全く理解できないんですけど、まあ麻雀ってそういうことなので、はい、まあ、その気持ちで、うん、決勝にも臨もうと思います。この後の決勝お楽しみにしていてください。福地選手おめでとうございます。さて、そろそろお別れの時間です。今回の実況は全国で働く雀荘店員ちゃんまりと、麻雀と仮想負けべと、そして解説はウニマルでした。あでした。はい、次回は決勝卓になります。最終回ですか。はい、最終回です。あっという間でしたね。あっという間でしたね。はい、その対局に出場するのは高田正宏選手、ヨーテル選手、福地誠選手、そして実況解説は山木さん、はい、麻雀警察ヒロさん、はい、堀内さんでお送りさせていただきます。いや、いいメンツですね。いや、もうなんかすごいことになってるかもしれない。実況席もすごいことになってるかもしれないです。はい、ちょっと前情報なんですけど、ちょっとお楽しみにしていてください。はい、それでは AM リーグ次回もお楽しみに。それではさよなら。ありがとうございました。